はい、じゃあこんな感じかな。で、これが赤ポイント。赤コインが見えるステージは楽やんな。見えへんステージもあるから、マジで。さあ、取り逃しないかな。赤コインの識別は巻物読むんですか。まさかのやな。あ、入れた。なんで赤コインってわかるの。ちょっと待ってな。そっか、わかるとこ行こうか。あでね、これ、さっきなんで赤コインってわかんのってコメントがあったんですけど、これね、あの、一番左だけちょっと赤いでしょ見た目。で、なんか回り方も反対なんやったっけな、これ。なんかそんな感じで赤コインの識別ができるんですけど、これがね、できるステージとできないステージがあって、で、まあ、このステージはできるステージやから分かりやすいんやけどって感じやな。お城ステージとかでね、あの、マップによってはね、できひんとこがあるから、マジで。やばいな。よいしょ。色味とか回転の方向で赤コイン分かるんだっけ。いや、分かるステージと分からんステージがあってね、このマップは分かるんよ。分からへんマップがなんか、結構存在して、今、例えばこれやったら赤コインね、どっちが赤コインかって言ったら左下が赤コインやねんけど、分からへんとこもあるよな。さあさあ、これはあれか、こうか。よいしょ、こんな感じか。今来たので赤コインの見分けお願いします。うるさいのもう、弟子はうるさいのもう、何回も言ってるよ。赤身で買ってたら赤コインなんよ。これ開けてへんやん。もうスイカー、これ見てください。これ見てください。これ真ん中が赤いでしょ。これが赤コインなんですよ。何回やの。はい、中間。赤コインの見分け方10回は聞いててクソ。それやんな、もう。あ、待って待って、今なんか道が分からへんな。今来たので、カエルコインの、なんかカエルコインはマリオ RPG なんよ。カエルコインは違うんよ。何やったっけ、パタパタイで稼いでください。パタパタイで。白滝さんの見分け方お願いします。泥棒するやつが白滝や。泥棒するやつが白滝や。泥棒せえへんやつはしきたりさんや。いきまーす。流れ作るのに貢献しといてなんだけど、今来たぜ、大量発生してて笑う。いや、今来たぜ、大量発生しすぎなんよ。当たらんのよ、もう。さあ、PS5 の配信でも赤コイン講座。なんや、見た目が赤いんよ、もう。それだけなんよ。はい、行きまーす。こんばんは、赤コインってなんで見分けつくんです？同じに見える。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。それを話すのはね、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってや。いや、違うよ。赤コインの話か。デジャビューやな、それ。楽勝やったな。こいつらに楽勝やったな。じゃあ赤コインね。赤コインですか?で、これね、見てください。これ、僕のね、近くにあるコインとね、比べて奥のコインは赤みがかってるでしょ。あれが赤コインなんですよ。よく見たら赤みがかってる、それなんですよ。わかりました?もう赤コインの、見分け方はもうね、もうコメントにね、貼り付けとこうかな、もうなんか。なんていうの?コメントの一番上に貼り付けたろうかな、もう。赤コインの見分け方。質問禁止みたいな感じで。フラグを速攻で回収するや。もうほんま下手くそやったなぁ。さあさあ、で、テレサは、コウノムケと倒せへんくって、ほらな、オッケーオッケー。カレーに決まったな。カレー食べたいなぁ。これは上から行くか。上から来るぞ、気をつけろ。で、こうでしょ?で、こう。ほんで、こう。ありがとうございます。質問来まくってました。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ムニキさん、ごめんごめんごめん、ムニキさんごめんやで。冗談で言ってんのかと思ったら、ガチやったん、ごめんなさいやな。違うの、昨日からね、なんかもう10回ぐらい僕も答えてるんよ、赤コインに。まさかのムニキさん、知らんかったんやったら全然いいっすよ、そんなん。全然いいっすよ。はい、はい。いいよ、キリンやな。キリンかもしれんな。ちょっと待ってよ。
いや死ねるやん、こんなん。よっしゃー。あ、地雷踏めば、あっちかわ。この地雷、敵死なへん地雷か、これ。さてさて、ちょっと識別していく。いや、口なしがあんのか。こんばんは、赤コインの見分け方教えてください。どやー、こっちが赤みがかってるから赤コインでしょ。これは赤みがかってないから普通のコインなんよ。出た、カウンターかましたかもしれん。ありがとうございました。カウンターかましました。ありがとうございました。赤コインの質問が来たらこうカウンターしたろうと思ってね、こう画像用意しといたんよ。まさかの僕の勝ちかもしれん、これは。準備万端、しょうもない、かまされた。しょうもないことするやろ、もう。まさかのやな、絶対赤コインの質問来る思ったんよ。最後に風船ミニゲームをクリアしますか。風船ミニゲーム、風船6、これでいくじゃん。これやって終わるか。じゃあ頑張ります。風船投げバトル、はい、頑張ります。ほう、お、めっちゃ早い。もう早すぎて、もう高速すぎてね、もうリスナーの人置いてけぼりなんよ。これこれこれ、おお、早すぎるんよ。もう自分でもびっくりしたかもしれん。もうチキンよ、もう。まさかのやな。バッキンよ、もう。ちらたきさん、もうこんなに速くていいのかしら。バッキンよ、ちらたきさん。こんなんもう絶対勝ちやん、こんな速かったら。なんでやねんな、なんでやねんな。最速で入力したやん、僕。早かったやん、絶対。早かったでしょ。だ、早いとダメなんよ。早い男はダメなんよ。ありがとうございました。ということでね、僕は風船は下手くそらしいんでね、今日はここで終わります。